ぬいぐるみが空を飛ぶ夢の物語。諦めなければ夢は叶います。このお話は空を飛びたいぬいぐるみさんが夢に向かって挑戦する物語です。鳥が自由に大空を飛ぶように、そして人間が自然の力を利用して大空を飛ぶように、ぬいぐるみさんだって澄み渡った青い大空を自由に飛んでみたい。目指すは宇宙へ、世界初のぬいぐるみ月面着陸、そんな大きな夢を目指していきます。第1回目は計画と目標設定と題して、どうやってぬいぐるみさんを飛行させるのか、何を目標として、どんな計画で進めていくのか、お話をしていきたいと思います。計画1、飛行方法の選定。飛行方法を調べてみたところ、いくつかの方法が見つかりました。いろいろ調べた結果、まずは風船を使った飛行実験から始めてみたいと思います。計画に実験目標の設定。今回飛行に使用するぬいぐるみさんの重さを測ったところ、 500g あることが分かりました。そこで第1回の実験目標としまして、重さ 500g の綿を風船で地上 10m まで上昇させてみたいと思います。果たして実験はうまくいくのでしょうか。まずは実験に使用する綿 500g を買いに行きました。重さ 130g の綿を1個100円で購入できました。4個で 520g になります。まずはこの綿を使って飛行実験をしてみたいと思います。果たして実験はうまくいくのでしょうか。このチャンネルではぬいぐるみさんと暮らす様子を紹介しています。ぜひチャンネル登録いただき、この続きもご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回動画もどうぞお楽しみに。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。